ヒカナツミは、日本の政治家、科医師、自由民主党所属の元衆議院議員、環境大臣政務官。1958年10月3日、米国統治下の沖縄の小座市に生まれる。小座教育区立諸見小学校、小座市立小座中学校を経て、1974年に、浦添市に新設された、昭和薬科大学附属高校に進学した。 小学6年生時には小座ボードを目の当たりにした。その後福岡歯科大学へと進学し、1986年に卒業を。卒業後は沖縄県の久米島へと渡って歯科医師となり、後に沖縄市内に夏美歯科医院を会員した。また2006年からカンボジアでの歯科医療ボランティアに携わるようになった。2009年4月には、 沖縄県市会市会の副会長に就任した。2011年12月、ず津も方の公認として自民党沖縄三区支部長に就任。2012年12月の第46回総選挙では TPP 参加反対、米軍普天間基地の県外移設などを公約に掲げて選挙戦に臨み、日本未来の投稿人の現職、玉木デニーを破り初当選。 翌2013年11月には、普天間基地移設問題に関しては、名護市辺野古への移設を容認する方向に転換した。2014年12月14日の、第47回衆議院議員総選挙では、小選挙区では、玉木に敗れるも比例吸収ブロックにて、比例復活、再選を果たす。2016年8月5日、第3次安倍第2次改造内閣で、 環境大臣政務官に就任。2017年10月22日の第48回衆議院議員総選挙では、玉木に敗れ、比例復活もならず落選。赤配率0.017%の差で、宮崎正久に辞典を譲る形となった。2019年7月の第25回参議院議員、通常選挙に自由民主党公認で比例区で出馬。 日本司会士連盟が支援するも、時点で落選。憲法改正に賛成。集団的自衛権の行使を容認すべきとする。核武装は、将来にわたって検討すべきでないとしている。選択的夫婦別姓制度導入について、どちらとも言えないとしている。TPP への参加に反対しており、農業分野への関税は維持されるべきと主張している。 東村高江でのヘリパッド建設問題については、北部訓練場の変換が進むことを理由に賛成している。ただしオスプレイを使用した訓練は認めるべきではないとしている。日川は第46回総選挙出馬に際して、普天間基地の県外移設を公約として掲げており、基地移設先に関する考えを問う毎日新聞の候補者アンケートに対しても、 沖縄県以外の国内と回答していた。また当初掲げていた県外設方針を交代させた民主党政権に対してはマニフェストを破って県民の心を傷つけたと批判を寄せていた。2013年4月、自民党の西目常三郎衆議院議員と島尻愛子参議院議員が相次いで辺野古容認派に転向。これに対して非川転向を拒み、 同年7月の参院選で党が、辺野古移設推進を打ち出した際にも、衆院選時に公約で掲げた、県外移設を続けていくと主張した。同年11月、副総裁の河村正彦ら党幹部が、辺野古容人に転じなければ、離党勧告もあり得ると示唆した。日川同月十九日に、幹事長の石場茂と面談、地元関係者との調整に入り、十五日の、 記者会見で正式に辺野古移設を容認することを発表した。ヒカは固定化の可能性が非常に高いということだった。県民の命の方が大事だと思い決断したと説明した。女性宮家の創設に賛同している。ただし所属する自民党内では女性宮家への反発が強い。ありがとうございます。